鶴岡ハウスにやってきました。マルさん、マリモさん、マリモさん、今から釣ってきたタイとサバを料理いたします。じゃあバトンタッチ、はいよ、回ってる。こんにちは、いちきさん。はい、サイバーコーをさ持ってさ、はい、サムネバトラして、はい、はい、どうぞ。私が釣りました。嘘つけ。そうだ。ということで、はい、今回はこの釣った鯛を使って香草焼きをします。はい、サバも使おうか。サバも使って、で、あの俺鉄板、もんじゃの鉄板最近買ったやん。これをしたかったわけ。見て、即席即席、こう鯛入れて、焼いて、水をピュッて入れて、シュワー、蒸し焼き、蒸し焼き。はい、は鱗と内臓を落とす。はい、じゃあ僕らは、はい、お嬢さん何する？私は応援してます。レモンを切って、はい、切れる。レモン、レモン切れますよ。春菊も切って、プチトマトも切って、普段ギスしない、普段ギスしない、ズボラ女です。ズボラ女でございます。包丁は ここにある。どう、輪切りでいいんじゃないでしょうか。輪切りぐらいだったら任せてくださいよ。おお、で黒、時計も日焼けしてるんじゃないか。時計焼けしてますね。上手。ほら、上手ね、できるんですよ、レモン切るぐらい。完全に俺より上手よ、切り方。レモン輪切りしたの。おい、はい、おい、おい、今度はお、トマトまで、トマト出歯が入ります。お、ちゃんとナレーションもついて。ニンニクが出てきました。おいちきチャンネルでは、はい、釣った魚を食べたりとかしないんですか？1回だけタイをさばいてやりましたね。マル君、外に連れてかれた。キッチンが大変なことになってきた。鱗がね、まず結構飛ぶしね。そうなんです。これも輪切りでよろしいでしょうか？よろしいですよ。はい、最初そのお尻、おー、知ってた。おー、知ってますよ。一生危なかったですけどね。うん、ね、お、上手よ。やってんね。いや、いけますって。これ、これ何点お父さん。これは25点ぐらいかな。でも厳しい。意外とできるんですよ。意外とできるんですよ。意外とできるんですよ。こんなにいけるよ。ものすごい最初ハードルを低く。それ出したね。こう言ってる間にもタイの勝利が。えらい、血が綺麗に抜けたっぽいね。これが抜かったっぽい。あとはこれぐらいでいいですか？いいですよ、はい。春菊、トマト。生ゴミはどこに捨てたらいいですか？持って帰って、ひもに投げつけたらいい。おー、もういい。あ、あ、あ、今のはちょっと、減点じゃない。減点じゃないですか、減点。チョコはちょっとお父さんに聞いてみようか。あのは7点減点ですね。減点顔にとかんとやっぱり。そうそうそう。そんなね、しょっちゅう出てくるあのお野菜じゃないんでね。そうですね。バッテンが入りました。ナレーションが入りました。はい、荒川さん。バッテン荒川さん。これこちらですか。で、そんな煙に使ってあるのはローズマリー。うわー。うわー。香草焼きですね。また大量に。サバどうしましょう。サバおられた後のサバ開いて焼く。ああ、ね、ね、確かにね、塩焼きっぽい感じでね。すごい柔らか、じゃあ行きますか、鉄板上へ。はい、一木さんからお願いします。はい、お外へ。お外へ、お外へ。私が切りました。はい、私が全部本当切ったのは本当。はい、鉄板、おお、鉄板とバージャン台と。それでは、外の
料理ができるところを見せちゃって。ああそうですね。ああそうですね。じゃあ行きますよ。あ、はい、じゃあ市木さんやりますか。やろう。はい。お、いいですか。やろう。最悪を。で、ニンニクを、ニンニクをもうジャジャッと、ニンニクをこの冷たいところから香りがつくっていうやつ、ね、そうそうそう、ね、はい、こちらどうぞ、食べてください。お、鉄板1、鉄板1、おいおい、はい、オッケー、おいおい、おいおい、おいおい、おなんでこっち向けた。どういうこと。ノリノリってやろうかな。ノリノリ。ノリノリ。ノリノリじゃない。全然二人とも全然違う。あ、ちょっとちょっと。千徳も千徳。おお、うまい。100点。おお、ほらもっちになってきた。ニンニクがいい感じで。ああ、だいぶ来てるね。来てるね。来てますね。来てるよ。もう美味しそうやもん、うん、なんかめちゃくちゃいい匂いする。完成です。香草。香草。タイは先に焼かなくていいんだ。あ、で、そんな感じか。そんな感じか。もう入れた。あ、いいよ。じゃあもう、それ全部入れようか。色がつくぐらいちょっと混ぜる。今ものすごいテンパったよ。え、え、もうなんか。うわ、もう匂いが。すごい、香りがすごい。うわ、すごい。やるし。色がついたら一旦取り出します。もうせいかな、取り出す、これ変です。あ、まあそれでもいいね。あ、確かに、あ、もういいんじゃないでしょうか。はい、はい、あ、いいね。そして次にこんにちは、焼いていきますが、もう塩コショウ振るか。じゃあ、おい、おー、豪快。おー、何今の。あ、いいね。で、このタイムと一応ブラックペッパーを持ってきたので、ちょっと振りかけてみましょう。ここサムネの方がいいね。最後この上で盛り付けたいね。あー、確かに ね。房総焼きですから、はい、それ何かけてらっしゃるの。タイムです。タイム、タイム、ちょっと蒸し焼きっぽい。おい、もういった、封印。うわー、これ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 、やりたかった、やりたかったやつ。一回ミスっちょ、やってみる。ちなみに香草とかはお好きですか。香草は好きです。水分足りんね。香草、あ、香草大丈夫です。あのね、まだ閉めてて、なんかね、隙間からピュッて入れちゃうもんね。いくよ、もうちょい行こうか。ほら、めっちゃいいやん。すごい。いや、こんなもんよ。いや、めっちゃいい香りする香草。わぁ、すごい。これならしっかり火が入るとですね、この蓋があるなら。ね、熱っ。え、ガムテープ溶けんだな、ほんなら溶けんだな。言うた、言うた、言うた。やたら溶けたから。サバどうする。お、サバを取り取った。サバ、横で冷食、うん、じっくりとやる。皮面から。おお、なんか動きよ。うわ、うわ、うわ、どうや。うわー、めちゃくちゃいい感じ。やっぱり水分なくなるね。で、これひっくり返してまた温めたらもう一回水分入れようか。あ、いやいやいや、いやいや、やってる。あ、ね、危険です。はい、うわ、めちゃくちゃいい感じ。綺麗に入ってきてるんじゃね。もう、ありがとう。うわ、めちゃくちゃ火入るんだね。ね、耳があったんだね。おー、で、また火に入れて、よっしゃあの、胡椒がね、胡椒がもわってきた。もうちょっとジューってやってから早いね。楽しいね。楽しい、楽しい。水いっとくか。なんか市木さん丸刈りが似合いそうやもん。丸刈り、はい、よし、あ、いいね、完璧。丸刈りが似合いそうで。丸いもん、なんか丸いもん。丸刈り、丸刈り、本来ね、生でもね、うん、あの、食べれるもの。じゃあこれでも香草飾りつけて食べてみる。ああ、これ香草って一回蒸してもいいかな。じゃあ水いいよ、置いて、一回じゅわーやる。鼻の上に香草を置いて。オッケーオッケー、やってみよう。ちょっと匂いが外れた。もう熱で、はい、あ、なんか上にってさ、レモンとかじゃあ最後にのせる。うん、レモンも先いけそうじゃない。おー、上手。レモンちょっと何枚か乗せれば、ね、ね、良さそうですよね。トマトは生でいきますか。おー、確かにね、トマトも火
入ってても美味しいかもね。なんかだんだんおしゃれになっていけるよ。でもあの日本の料理ではなさそうだね。サバだけなんかかわいそう。まだもう干しとくか。うわとうとう。ほらほら、でもおしゃれ。で、今回蒸したら水重製でバックス、この鉄板にかけてもらって、いくよ。じゃあ、ラストウォーター。はーい、オッケー。おめでとうございました。わー、完成体ね。じゃあ、完成でいいかな。はい、いいと思います。じゃあ、ちょっと一木さん開けて、そしてちょっと、ズームでここら辺から。はい、こうな。いきますよ。はい。オープン。うわー、うまそう。めちゃくちゃ、いやめちゃ美味しそうじゃん。うわーすごい。じゃあみんなでつまんで、つくじる、つくじろうか。つくじってください。こう私持ってますんで、お父さんも一緒に食べてくださいよ。ありがとうございます。いえいえいえ、今日の功労者ありがとうございます。いただきます。うわーうまっ。徳ちゃん見て、はい、ブルンブルン、うまそう。これと一緒に行こう。うわあ、いいいいいい、いい感じ、いい感じ。この火の入り方いいと思う。うわ、いただきます。どうぞ。あ、おいしい。おー、おいしい。うん、おいしい。もっとスパイス効かせてもいいかな。おいしい。うん、あ、オリーブオイルが、うん、お、香りすごっ。お、なんて香りがすごい。うぅい、ほら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 、見て見て、おい、これそれめっちゃいいっすね。タリンタコチョンなんかね、ちょっとね、薄く感じた。ただあの香草系はすごいいい感じの香りがついて、半生とめっちゃ焼いて、ほんといい前のね、ちょうどいいね。これ以上焼くとパサパサ。あー、なるほどね。あ、カチンってなるよ、身が。うんうん、うまい。サバってこんなふわふわしてるんですね。うん、ね、うまい。うまい。おいしい。うまいよ。ダブルダブル、大丈夫だよ。うん。ニンニクとこのなんだっけ、水菜っぽになんだっけ。うまい。春菊です。春菊。これマジ食べるにちょうどいいタイやったね。ね、うん。確かにね。非常においしい。サバの方がうめえ。マジ？サバうまいよね。うん、サバの方がうまいとかある？サバの方がうめえ。マジ。はい、ということで、はい、徳ちゃんが見事釣った鯛で放送焼きしました。はい、一木さん、チャンネル紹介。はい、一木カレンのフルフッキング TV、 よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。おいじゃのーやろ。おいじゃのー。おいじゃのー。おいじゃのー。11月13日 ICK カップサード開催いたします。今回もボート部門とおかっぱり部門同時開催でございます。エントリー開始は10月12日12時からとなります。ボート部門に出る方は松屋ボートさんに先にボートを予約して、下の概要欄にあるエントリーフォームからエントリーしてください。たくさんのご参加お待ちしております。